こんにちは。今回は働く一日ではなく2022年ゴールデンウィークの動画です。10日の休みの間に福島、新潟、長野の道の駅を巡ります。右上の福島県から山を越えて新潟へ、日本海に出た後にまた山の方へ、長野によりまた新潟県の海へと山と海を行き来する 600km 弱の旅です。いよいよ後半の5日間です。6日目、新潟県を南へ。早めに温泉に入り、醸造所でビールを買い、南魚沼の道の駅へ向かいます。今パティオ新潟という道の駅にいます。今日は5月4日水曜日、ゴールデンウィーク6日目ですね。後半ですね。今日も天気がいいです。小高い丘みたいなところがあります。今日はまず長岡へ行き、その後に南魚沼もしくは越後湯沢まで行こうと思っています。やっぱり道の駅はどこでも結構混んでますね。今目の前に警察の車がいたんですけど、ダッシュボードに置いてあるこの車載カメラが、ダメって言われるんじゃないかってちょっと、不安になりました。まあ見えてなかったっていうのもありますけどね。スポーツに来てみました。ちょっとこのホーム&キャンプランタンが気になってます。黒い寝袋いいなと思っています。車内のちょっとしたテーブルにすごく軽くて良さそうです。必要があればこれを買ってみたいなと思っています。今このトラベルシートのコットンバーを使ってるんですが、なかなか取り扱い店舗ってないですね。これは、シルクバージョンですね。もともと一つ明確な目的があって、ヨドバシオンラインで注文したカメラ用品を受け取ってきました。食事しに来ました。ちょっとかなりいっぱいそうで入れないので別のところに行きます。別のお店に来てみました。ちょっと入れないかな。100円寿司でも大満足、光り物が大好物。ごちそうさまでした。これから早めの温泉に入って、その後猿倉山のビールで生ビールを買って道の駅まで移動してから飲もうと思っています。田植えの季節ですね。山のてっぺんは雪がまだありますね。
そろそろ温泉です。見晴らしの湯というだけあって残っています。着きました。スキー場のようですね。隣は温泉入ってきました。眺めも良かったです。明るいうちから入るお風呂、山がよく見えます。気持ちよかった。温泉にも入ってきたので、これからビール屋さんに向かいたいと思います。ペールエールとアルトというビールを買いました。後で飲みます。山のふもとで雰囲気よし、本当はここで飲みたい。そして魚沼の里には素敵な施設がいっぱいあるみたい。ビールを買いましたので、道の駅に向かいたいと思います。後ろの山もすごいですね。道の駅に到着しました。まずはアルトというビルからいただこうと思います。少しキャラメルのような甘みがして、香りも良くて美味しいです。ペールエールの方もいただいてみようと思います。アルトと比べると甘みは抑えられていますが、少し苦みがあって美味しいですね。どちらも美味しいです。醸造所から買ってきたビールはさすがに缶や瓶よりも美味しいですね。香りが違います。向こう側にはまだ雪で白い山が見えます。生ハム、ゆで卵、道の駅で柿の種を買ったのでつまみにしたいと思います。この大辛口の柿の種、辛すぎて食べれなかったらどうしようと思ったんですけれども、まあ現実的な辛さで美味しいですね。癖になる辛さかもしれないです。7日目、朝から清津峡渓谷トンネルへ、その後長野県に入り野沢温泉へ向かいます。今日は5月5日木曜日、子供の日です。ゴールデンウィーク7日目です。天気がいいです。今は道の駅南魚沼にいます。ここはシンプルな道の駅です。今日はこれから清津峡トンネルを見学しに行きます。その後のプランは特に決めていません。それでは道の駅を出発です。山小屋風の建物がいくつかありましたね。まだ雪がちょっと残ってますね。
朝1、8時過ぎなんですけど到着です。とちもち大福買いました。名物のようです。美味しそうです。いただきます。食事もしたいですので山を降りようと思います。いただきます。お肉たっぷりの焼肉丼、満足です。ごちそうさまでした。本当は新潟県の後に富山県に行こうと思っていたんですが、一旦長野県の野沢温泉に寄っていこうと思います。県に入ったようです。中条温泉というのもあるんですね。たくさん温泉がありますね。野沢温泉の道の駅が見えてきました。右手です。後で来るかもしれないです。まずは駐車場に着きました。
街の散歩も兼ねてちょっと遠目のところに来ています。かなり暑かったんですが、足から入って半身浴して行ったら、入れました。暑い湯苦手だったんですけども、これで楽しめそうです。もう一つ入ってみようと思います。このマガマのお湯は透明で少しぬめっと柔らかいお湯ですね。さっきの新湯は少し白く濁っていて硫黄の匂いがほんのりしました。近くの温泉でもこんなに泉質が違うんですね。2つ温泉に入ったので少し村内を散歩しようと思います。旅館ホテル案内所の建物、とても雰囲気があります。駐車場に戻ってきました。先ほどよりは車が減っていますね。山が綺麗です。今日の日も沈みました。いただきます。今年初の冷やし中華、さっぱりといただきました。ごちそうさまでした。本当はこの駐車場で車中泊できるとすごくいいんですけれども、禁止ということで道の駅に移動しようと思います。野沢温泉の道の駅に戻ってもよかったんですが、少し先に行った千曲川の道の駅に向かっています。道の駅に着きました。キャンピングカーなどいますね。到着です。8日目。この日は大きく移動せず千曲川のあたりで過ごし、また野沢温泉に入ります。今日は5月6日金曜日、ゴールデンウィーク8日目です。今は道の駅、花の駅、千曲川にいます。菜の花が綺麗です。こちらが道の駅です。このテラス席が気持ちよさそうです。テラスが混んでいるので内側でお茶です。かりんとうまんじゅうです。延命茶という薬草茶です。テラス席が空きました。お昼を食べに道の駅を出ようと思います。右手が道の駅の向かい側だった菜の花公園みたいですね。渡辺食堂です。到着です。いただきます。生食だけでなくフライの魚も美味しいですね。ごちそうさまでした。
晴らしのいいところで少しゆっくりしていました。千曲川の川沿いに寄れるか来てみたんですが、ちょっと難しそうですね。いますね。見た感じ雪ないんですが、上の方は雪があるんでしょうか。ゴンドラは動いていますね。今日も野沢温泉に来てしまいました。中尾の湯気持ちよかったです。ちょうど太陽が沈むところです。スキー場の駐車場にしばらくいました。今日も昨日の駐車場に行ってみます。少し気になる場所があるので、その前にドライブしてみます。見晴らしのいいところです。車中泊できるところを探しに来たんですが、ダメそうですね。まあダメってこともないのかもしれないですけどね。到着です。やっぱり車はそこそこいますね。夕食ともう一つ別のお風呂に入ってこようと思います。洗濯場もあるみたいですね。また来てくんねえか。来ますとも。いただきます。キノコや山菜も好きです。舞茸の天ぷら、ざるそば、ごちそうさまでした。お風呂と食事を終えたので、道の駅野沢温泉に行こうと思います。あの駐車場で車中泊しても大丈夫そうではあるんですけど、まあ禁止と書いてあるので道の駅に移動します。有料でもいいから泊まれるといいんですけどね。あんまり車多くないですね。到着です。少し気が変わって、今日行った千曲川の道の駅に戻ろうと思います。明日一度新潟に入って海の方へ行くか、長野市の方に南の方へ行こうか、二択で迷っています。本当は今日笹上根牧場というところを経由して新潟に行こうかなと思ってたんですけれども、牛の放牧が5月末からということで、またの機会にしようと思い行きませんでした。
到着です。昨日よりも車が多い気がします。一度来たことある道の駅は安心感がありますね。先ほど食後に野沢温泉の酒屋さんでアルトビール、猿倉山のビール買いました。9日目、野尻湖、妙高の温泉と食事処に向かいながら再度新潟に入ります。今日は5月7日土曜日、ゴールデンウィーク9日目です。今は千曲川の道の駅にいます。天気がいいです。これから道の駅を出て野尻湖、妙高山の方に行ってみたいと思います。長距離移動する前に食事です。この中華屋さんに行ってみようと思っています。お店が開く間、飯山の本町城下通りを散歩しています。いただきます。中華飯、冷やし中華と安定の中華、ごちそうさまでした。景色も良かったです。車内からも景色がいいです。
海もいいですが、湖もいいですね。もう一つ気になる駐車場に寄ってお風呂に行こうと思います。この辺で車中泊しても大丈夫そうな気がしています。ここから車で7分のお風呂に向かいます。マンモス、ゾウがいますね。博物館があるんですか。ここから新潟に戻ってきたみたいですね、長野から。山がすごかったです。この辺が妙高ですね。温泉の駐車場に着いたみたいです。天然温泉共同浴場大湯です。お風呂入ってきました。ここのお湯も熱かったです。ガソリンを入れて夕食を食べに行きます。いただきます。焼き鳥丼はピリッと辛い缶釣りで味の変化を楽しめます。プリプリのお肉は香ばしい焼き加減、ついでに手羽先も。ごちそうさまでした。お風呂と食事を終えましたので、今日もですね、道の駅に行こうと思います。野尻湖へ行くまでだったりとか、その周りの自然はすごくいいなと思いました。山も綺麗ですし、あとまだ行ってない温泉がたくさんあるんで、また来てみたいなというふうに思っています。そろそろ道の駅です。だいぶ街中というか賑やかなところの道の駅ですね。同じ敷地内にあるローソンに行ってみます。お、回転寿司もあるんですね。スキヤもあるんですね。雨がちらついています。いろんなものが揃ってるのはいいんですけれども、うるさくないかが気になりますね。道の駅新井に到着です。10日目、直江津市街を通りながら日本海へ。名立の道の駅で食事、入浴します。今日は5月8日日曜日、ゴールデンウィーク10日目です。道の駅新井にいます。右手にはコンビニ、真ん中にはホテル、左にはレストランがあります。右手にラーメン屋、真ん中にピザ屋、左側にすき家があったりします。手前の青い建物が市場、赤い屋根の建物が回転寿司です。向こう側には妙高山が見えます。お昼ご飯を食べに道の駅を出ようと思います。お昼を食べつつ直江津の海の方に出ようと思っています。車もたくさん止まっていて、 Google マップでも 4.3 の星がついてたので人気店なのでしょうか。予約でいっぱいみたいですが、待てば大丈夫のようです。いただきます。一つずつ提供される熱々の天ぷら、1000円で食べれて町の理由がよくわかります。締めはかき揚げ丼で完食です。ごちそうさまでした。
無印良品に来てみました。直江津野です。無印良品には行ってきましたので、海の方に出ようと思います。日本海です。風が冷たいです。でも気持ちいいです。今15時ぐらいですが、まあ、早めですけれども道の駅に移動しようと思います。海テラス名立という道の駅なんですけれども、日帰り温泉があって、徒歩圏内にコンビニがあって、そして海に面していて、自分にとって理想の道の駅です。海水浴場ですね。過ぎてきたところは、海テラス名立道の駅に着きました。到着です。いろんなものが揃っている道の駅ですね。広くて気持ちのいいところです。海がきれいに広がっています。ゴールデンウィーク中には富山まで行けなかったですね。またこれから行きます。20時半ラストオーダーのレストランもありますね。ここが温泉ですね。後で来ようと思います。花立温泉ロバタ館というのも車で15分のところにあるんですね。ビールを買おうと思います。どれにするか迷いましたが、ピルスナーとエレガントブロンドにしました。ピルスナーからいただきます。さっぱりしてますね。イカモロビいただきます。いただきます。最後の食事はやっぱり海鮮ですかね。丼から溢れそうな魚、美味しかった。ごちそうさまでした。お風呂入ってきます。お風呂入ってきました。気持ちよかったです。露天風呂、ヒノキ風呂、薬草風呂といろいろありました。
景色の良い海沿いの道の駅でいろんなお風呂が楽しめます。気持ちよかった。暗くなってしまいましたが、エレガントブロンドの方もいただこうと思います。うん、美味しいですね。ごちそうさまでした。山へ行ったり海へ行ったりしたんですけれども、今まで行ったことのないところ、いろんないいところがあるなと思いました。普通の旅であれば一つの決まった家に帰らなくてはいけないですが、私の旅のような暮らしは続きます。明日からも仕事を続けながら日本海沿いを渡っていこうかなと思っています。行き当たりばったりの旅となりましたが、ゴールデンウィークの10日間、思う存分楽しみました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。